ぼんちゃんです今回は滝行をさせていただいた天光寺からカノと岩まで歩きますその途中の神社仏閣も紹介します今映っていますのは小和田坂バス停の標識ここから2分ほど下ると天光寺ですがバス停から天光寺とは逆の方向を見ると分かれ道があります実は 前回の発沢の滝から天光寺に向かう裏道はこの分かれ道と繋がっています。地図で言うと緑のラインから徒歩で通行止めがなければ発沢の滝まで行けます。話はいきなりそれましたが改めて天光寺まで下りましょう。こちらが天光寺。動画作成に必要な写真を撮りまして、かのと岩に向かって出発です。天光寺から一停留所下ると、 日のほファクトリーがあります。じゃがいもの焼酎工場です。中に入るとヒノキの香りがします。直売所で焼酎の他にヒノキのグッズも販売しています。カフェも併設されています。ちょうど昼過ぎでしたので食事をしました。頼んだのは焼きそばのセット。コロッケとじゃがいものアイスをつけました。焼きそばは麺がもちもちで美味しいです。 コロッケは柔らかくふわっとした食感で優しい美味しさアイスはまさにジャガイモのシャーベットのような美味しいアイスでした自分はジャガイモのアイスを頼みましたがジャガイモの焼酎のアイスもありますお酒が好きな方はそちらを選ぶのも良いかもしれません車で天候時に行き滝行された方はこちらに立ち寄ってみてはいかがでしょうかお出かけの際は ホームページなどで確認の上お出かけください。さて、日野原ファクトリーを後にしてどんどん下ります。カのトいは入り口のバス停に到着。地図でここの場所ですが、そこからカのトイはまで30分くらい歩きます。道なりに進むとキャンプ場がたくさんあります。と、左に神社が、春日神社です。ご祭神は雨の小屋根の巫女と、 普通主の神、竹三ちの神です。地図ではこの辺りですが、ここに呼ばれた感じはしませんでした。実はこの動画作成中にどうしてカのといまで行ったのかわかりました。その説明はカのと岩につきましたらご説明いたします。さて話は戻り、手を合わせて先に進みます。今度は左にお寺がありました。徳仙寺です。 ご本尊は釈迦如来です。地図でこの位置ぐらいです。手を合わせて再び出発。さらに進み、かのと岩に到着。こちらがかのと岩です。丸い岩がかのと岩なのかと思いましたが、説明を読むとこう書いてあります。川下から見て、右の岩が高さ約100メートル。左の岩が約80メートル。 どうやら左右の岩肌を合わせてカノト岩というようです右側は草木に覆われて分かりにくいですが岩のようです岩室はジュラ紀の硬質なチャート層で形成されているようですそしてなぜカノト岩と呼ばれているかですが川下から見ると岩の扉が開きかけているように見えその隙間の延長線上に大竹神社があるからだそうです とそこを調べていると天狗さん登場大岳神社へ行けと調べると大岳んに大岳神社奥宮があるのを地図上で見つけましたどうやら奥宮まで行く必要があるようです登山必至です滝行の後は修験道のようになってきましたなるほど手前の春日神社ではなくここに行かせたかったのかと思いました滝行をやったことで扉が開かれた気がしました 今度行ってきますので楽しみにしていてください。さて話は戻りまして、カノと岩が見える場所の脇にちょっとした渓谷歩きができる場所がありましたので行ってみたいと思います。こちらです。このはしごを登っていくとこのようになっています。履いている靴にもよりますがほんの数分で登りきってしまう渓谷登りでした。登りきるとこんな感じで癒されます。 ここまで来たら登っておいた方がいいと思います。上には道路があってトンネルです。ここを下るとすぐにカノト岩の見える場所に戻れます。トンネルに入ってみました。真っ暗ですが右に曲がっています。曲がるとすぐに出口が見えました。カノト岩の見えるところに戻ってきました。今回は以上です。JR 武蔵五日市駅に戻ってきました。 山からお月さんが顔を出していました。次回は西向き天神を紹介します。西向きとなっていますがなぜ西向きなのか神社の向きを考察しつつ紹介します。ご視聴ありがとうございました。面白かったという方はグッドボタンをチャンネル登録コメントもお待ちしております。それではまた。